好きな言葉は消毒。はい、ボス、いつもありがとうございます。それでは本日はいつものお店にやってまいりまして、新年一発目の特定日ということでございます。いつもはね、まあ、ガチガチの僕の場合はもう立ち回りっていうのはちょっとあれですけども、ディスクアップしか打たないんですけれども、先日店長とお話ししたところ、7日は、まあまあ頑張りますよというようなことをおっしゃってましたんで、まあ、今日こそは、まあ、ディスクも好きですが B 花これ1本でちょっとやっていこうと思っております。まあ、そんなわけで、今日も今日とて B 花というわけで早速実践いきたいと思います。ワンキーマンドゥンドゥ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 さあ、本日2回目のウクレレがやってまいりました。Thank you.
Party time!
ちゃんたくさん出していいのだよ。ゼロでね、玉持ちが悪すぎるんで、まあ、ただ珍しく稼働がすごくて、もしかしたらやめややめや。です。お疲れ様でした。まあ花火ね、久しぶりに打ったんですけど、まあ残念ながら設定は入ってなかったようですね。まあというのも朝あの花火の島にね、店長おったんですよ。立ってて、でまあご挨拶、お客様お出迎えっていう形でやっておられて、で店長今日花火行くよと、入ってると。じゃあもうね、いやどうもどうもみたいなね、もう完全にごまかすような感じ出して、そんな感じやったんですよ。いやー、これはちょっとやばいんじゃないかなっていう、そんな雰囲気やったんですけども、まあ、その後あのマネージャーも、まあ、ご挨拶に来てくださって、でマネージャーに今日は花火ですかって言われて、いやもうこれ絶対設定1やけどねって言ったら、もう大笑いして、まだ回してないじゃないですかと。まあでもね、その時にちょっと今日花火ないんかなっていう気がね、なんか直感的に感じまして、まあまあマイナス1枚やから良かったんですけど、でまあディスクアップに移動して、なんとか設定はね1ですけども、同色ビッグばっかり弾けた、そんな日やったんで、まあ、勝てたと。まあ、単純に同色ビッグ叩いただけの、そんな1日でしたね。で残念なんですけど、いつも自分が座っているいつもの台がレギュラー、ビッグ、まあ、同色ビッグはね、正直、まあ、あんまり関係ないとしても、レギュラーが軽くて、もう14回ぐらい経ってんすよ。もうこの夕方の時点で。もしかしたら設定入れてくれてたんかなーってね、そこがほんまに悔やまれます。もしあれが、高設定やったら、もう本当にね、もう千載一遇、いやもう人生で二度とないかもしれないチャンスを逃したかもしれないなって。その辺がちょっとね悔やまれるんですが、まあ、花火を選んだのもね自ら選んだ道なんで仕方ないなと。まあでもね、なかなかやっぱ積もれないですよね。まあまあでも正月からね、今日で第2戦か、新年2戦目で負けてはないんで、まあこの積み重ねをね繰り返していけば、いつか、まあ、こう設定にたどり着くんじゃないかなと、そう信じて次回も引き続き頑張っていきたいと思います。あ、それとですね、パチンコチャンネルの方あるじゃないですか、あっちの方を今年はもうちょっと更新頻度上げていきたいんですけども、何しろこのパチスロチャンネルやってるとなかなか難しいんですよ。そこでこのなにわのヒムロックのノリを掴んでくださってて、かつ、動画編集手伝ってあげるよっていう方がもしいらっしゃったら、あの動画説明欄にも載せておきますので、ぜひお声掛けお願いいたします。一緒のね、その動画盛り上げていく仲間っていう感じで、今年はチームを組んで動画を作っていくっていうことにもチャレンジしたいなっていうふうに思っておりますんで、おお、またよかったらご連絡お願いします。それではお疲れ様でした。さよなら。コメントお願いします。すいません。
何してんの、うん